スタークルーズは香港の現点香港が運営するクルーズブランド。シンガポールをベースに東アジアから東南アジア各地で4日間前後のカジュアルクラスのクルーズを中心にしている。東南アジアを主な活動エリアにしているクルーズ客船会社。創業は1993年と新しいが、費用米系のオペレーターで初めてメガシップを建造したり、2000年には ノルウェージアイクルーズラインを買収するなど急成長を遂げ、業界再編などによって2010年頃には世界第3位にランクされることになった。スタークルーズはマレーシアでカジノやホテルを経営しているゲンティングループの参加企業で、香港のゲンティン香港が運営している。1993年にスタークルーズスリミテッドとして設立された後、 1999年11月10日に、ジェンティング・香港リミテッドに、社名変更した。現ンティン・は、スター・クルーズ等のクルーズ事業を核にマニラで、カジノ・リゾート、リゾート・ワールド・マニラを運営している。これまでのクルーズでは、常識とされてきたテーブル指定性など、様々な制約の中で楽しむという伝統的で、保守的な考え方を一変し、もっと自由に、 もっと気軽に楽しめる新しいクルージングのスタイルであるフリースタイルクルージングを提唱している。例えば好きな時に好きな人と好きなものを好きなテーブルで楽しむことのできるフリースタイルダイニングやノーチップ製の導入など。本格的な客船を気軽な料金と日程で体験できることで人気。 アジアンホスピタリティ溢れるサービスは、片ひいちの張らないカジュアルな内容で、クルーズ初心者でも楽しめると評判。クルーズ代金には、基本的な食事代やエンターテイメント費が含まれている。その他、有料レストランでは、和食やフランス料理など、ワンランク上の楽しみ方も可能。また、クルーズラインとしては珍しく貸し切りスペースが豊富で、企業、職場旅行や、 修学旅行などの団体旅行でのパーティーやイベントなどへの対応も可能。日本から比較的アクセスしやすい台湾や香港、シンガポール起点の定期航路では日本人乗務員が乗務している。また船内では各種イベントやエンターテインメントのスケジュール、レストランの情報などクルーズを満喫するための情報が満載の船内新聞やレストランのメニューを はじめ様々な情報を日本語で得ることも可能である。飛行地では日本語のショアエクスカーションも設定されており、外国の客船クルーズ会社の中でも、日本人乗客に向けたサービスの充実度が高い、クルーズラインである。スーパースターリブラ、石垣港、沖縄まず、メガスターの2隻は、チャーターヨットという位置づけで、定期クルーズに着くことはない。バーゴと、 ジェミニはシンガポールを拠点にしての運行で、バーゴは大国境まで北上する三泊とポートクランまで行く二泊の繰り返しのコース、ジェミニは一週間からそれ以上の長期のコースについている。パイシスは香港ベースのワンナイト、リブラは2006年秋まではマルタをベースにしたヨーロッパクルーズ、冬以降はムンバイをベースにしたインドクルーズについていた。創業当初は 中古船やフェリーからの改造船などでやりくりしていたが、バーゴの姉妹船であるスーパースターレを建造するなど、拡大路線をたどり、9万トンクラスの船の投入によって、ジェミナやパイシスなどは一掃されるものだと思われていた。事実、パイシスの両船であったスターアクエリアスは売却されている。しかし、NCL を買収したことによって、スタークルーズ用に建造されたメガシップが、 NCL に配線されることとなりジェミナイやバイシスなども残ることになった。レオもノルウェージャンスピリットと名を変えて移籍した。2007年に NCL のノルウェージャンウィンドウスーパースターアクエリアスとしてスタークルーズに移籍、現在15万トンクラスの船績を2隻造船中。船名の命名基準はスーパースターメガスタースター王道ド12星座である。ありがとうございます。